皆さんごきげんよう、小島です。今日はですね、インビザガインをされる先生ね、インビザガインのドクター、インビザガインドクターと言いますけども、インビザガインのドクターが、すごくね、インビザガインの矯正治療をするときにコンピューターのシミュレーション、つまりクリーンチェックというのを作るんですけども、このクリーンチェックというのはですね、自動にこうボーンとできちゃうものじゃなくて、先生がこうした方がいいかな、こうした方がいいかなと考えて作るものなんですね。なので全ての先生、全ての患者さんによってみんな違うわけです。なので僕が作るクリーンチェックと同じクリーンチェックの先生というのは世界で一人もいないわけですね。なので逆に難しかったり、面白いところでもあるんですけど、僕はですけど、これから新しく、インビザガインを開始する先生とか、難しい症例にチャレンジする先生はですね、ちょっと難しいなとか、ここが分かんない、そういうのはあると思います。僕も昔、ドイツのシュープ先生ですね、シュープ先生のところで、インビザラインの勉強させていただいたんですけど、その時に、分かんなかったんですね。どうしていいか分からない。なのでインビザラインのこれから始める先生、もしくは始めてる先生もですね、インビザラインのクリーンチェック難しいなって皆さん思っていらっしゃると思います。で、今日はそういう先生に向けて、インビザラインのクリーンチェック、大臼歯の遠心移動のあるあるについてお話ししていきたいと思います。まずですね、インビザラインのクリーンチェック、上顎大臼歯の遠心移動編、つまりこれは上顎大臼歯の遠心移動ですね。で、大臼歯の遠心移動するってことはどういうことかっていうと、クラス2、上顎が前にあって下顎が下がっている状態ですね。もしかしたら抜歯が必要かもしれない、その方たちの治療をするときに、大臼歯の後ろに送る遠心移動をすることによって、前歯の位置、前歯の位置をきれいにしたいなと、そういう時にどうやってクリーンチェックを立てるの、考えるのというお話をしていきたいと思います。まず大きく分けて、この 1,2,3,4 つのポイントを押さえないといけないですね。まず一つはですね、大臼歯の遠心移動量について、これすごく多く、いただく質問なんですけども、何ミリ遠心移動できますか、どれぐらいできますか、数値で教えてください。僕もですね、2019年去年のイタリアの矯正歯科学会の時に、多くの先生が参加していただいて、1000人ぐらいですかね、僕が講演が終わった後に、質疑応答の時に、何ミリ5分ですか、数値で教えてくださいとご質問がありました。その時に僕の答えは、大臼歯の遠心部分の骨の状態、コンビーム CT を撮影していただいて、 CT で骨の量を測って、何ミリだったら可能かなというのを考えてプランニングを立ててくださいと。ただ上顎の大臼歯を遠心移動するということは、下顎もそれに応じて遠心移動しないといけませんので、下顎の遠心移動の時も下顎の骨の量をちゃんと測って計算して、上下左右の大臼歯の位置、あとは成長の位置を考えながらプランニングしなきゃいけないですね。つまりどういうことかというと、ただ下げるだけじゃなくて、トータルのところをちゃんと見てやらなければいけない、難しいところなんですよ。簡単に決まらない。ただ一つの目安としては、ちゃんと骨の状態を見て行わなきゃいけないと、そういうことですね。なので大臼歯の遠心移動の量についての答えは、まず今お話しした通りで、解剖学的状態をちゃんと把握しなければいけない。解剖学的状態、CT ですね。あとは対合関係ですね。一つ目の大臼歯の遠心移動量についての回答は、CT、あと対合関係を見て、トータルで決めると。ここだけ、ここだけで決めるわけじゃなくて、全体を見なきゃいけないわけですね。一番初めに絶対その CT の量、その遠心移動する骨の量がどれぐらいあるのか、それから逆算して計算してみてください。遠心に移動する、後ろに送ればいいってもんじゃないです。なんでかというと、奥に行けば行くほどまず清掃が難しいですよね。患者さんがね、8番上顎の親知らずとかが虫歯になりやすかったり、歯周病になりやすい理由を考えましょう。後ろに送ればいいという問題じゃないんですね。ある程度のポジション、清掃性が良かったり、あと磨けるところに持ってってあげる、その限界があると思うんで、いくらでも後ろに送ればいいという問題ではないと僕は思ってます。あと場合によっては抜歯をしてあげて、綺麗な前歯、もしくは配列にしてあげる必要もあります。なので非抜歯にこだわりし続けるのはナンセンスなんじゃないかなと考えています。次、ステージングですね。インビザラインシステムは1枚のアライナーについて 0.25 ミリの歯の移動コントロールができます。つまり7番の遠心移動、6番の遠心移動、5番の遠心移動、4番の遠心移動っていうふうに順次送っていくのか、7から4をグッと送るのか、そういうふうに考える必要があるんですね。ただインビザラインシステム、マウスピースのプラスチックの材料です。
7から4をまとめてグッともし送りたいとするならば、それはマウスピースじゃないシステムで行った方がいいんじゃないかなと思います。つまりその装置の特性を考えなければいけないわけですよね。もし先生がですよ、7、6、5、4をまとめてグッと送りたいのであるならば、それが得意な装置を使った方がいいと思います。つまり矯正治療の非常に重要なところは、適材適所の材料、矯正装置を先生が選択して治療を行う、それが矯正治療のベースの部分なので、全部が全部マウスピースでしようとするところにまずちょっと問題があるんじゃないかなと思います。で、インビザライン矯正治療の装置で最も効果を発揮するのは、細かい歯の移動を正確に行えるのがデジタルオルソン、アライナー矯正治療、インビザラインだと思うんですね。ということは7を動かして、その後6という移動の方が良いので、ステージングというのは順次送ると、そういう移動形式になります。僕もその移動形式でしっかり7を持ってきて、6を持ってきて、5、4っていう風な移動パターンで行ってます。なのでこれがですね、今僕が考えるインビザライン、アライナー矯正治療におけるクリーンチェックの非常に重要なポイントだと考えています。そうじゃない方法ももしあったらいいんですけどね、でも多分今はそれが一番いいんじゃないかなと思ってます。あと非常に重要なのはですね、ここのところでお話しするのが、しっかりと、当たり前なんですけど、スキャンできてる、これがね、当たり前の話なんですけど、7番があってね、7番の遠心部分がスキャニングできてなかったりとか、歯肉がかぶっちゃってる、その段階でスキャンしたデータを送ってクリーンチェックで半分しか出ない歯間をですね、ガンガン送ると、遠心移動するとか拡大するとか悪化する、まず無理です、ね、それはしっかりスキャニングしてください。インビザラインというのはマウスピース型の矯正装置なので、歯をしっかり掴むことができなければそれは歯の移動できませんよね。なのでまずこれはもう基礎、ね、しっかりスキャニングできているのも当たり前、それができてなかったら何もかもできませんので、まず先生方がスキャンしたデータがしっかりしたスキャニングデータなのかどうか、それは必ずお調べください。もしスキャニングがちゃんとできてなければ全部ダメなので、それは先生のプランニングとかね、患者さんのコンプライアンスとか、インビザラインジャパンのせいじゃなくて、まずスキャニングがうまくないと、その段階で歯は動きませんので、ここはご注意してください。しっかり歯型取ってくださいね。でその次、アンカレッジロス、これは何かと言いますと、順次送るということは、7番の遠心移動が終わった後に6番が来る、つまり7番が遠心移動した状態でそこにいてくれればいいんですけど、少しでも戻っちゃったり、6番も7番も戻っちゃったりすると、結局遠心移動ができてない状態になっちゃうわけですね。これが一番残念な結果なんですよ。なので7の遠心移動をしたということは完了したら、そこに止まっててくれないと困るわけですね。それが少しでも戻っちゃったりとかすると、アンカレッジロス、つまり7、6、5、4じゃなくて7だけど戻っちゃってというふうになると、最終的には前肢のコントロールできてない、むしろ逆に出ちゃう結果になっちゃいますので、しっかりとアンカレッジロスしないように、アンカレッジロスを防止する計画を入れないといけないということですね。じゃあ何かっていうと、エラスティックを使うということですね。エラスティックを引いて大臼歯を送るのではなくて、エラスティックを使うことによって架橋固定の効果があって、アンカレッジロスを防ぐというふうに考えています。僕のセミナーでもですね、よく質問が多いのが、どれぐらいのエラスティックの強さ、ね、強い方がいいんですかってご質問いただくんですけど、もう普通に先生考えてみてください。もし強いエラスティック使ったらどうなるかっていうと、例えばここにこうここにゴムがありますけど、強いゴムをビーンってかけたらどうなるかっていうと、上顎の歯が後ろに行くんじゃなくて、下顎がぐっと前に行くだけですよね。だって下顎は動きますから。だから強いゴムでガンガン引くっていうのは顎関ゴムではナンセンスだと覚えておいてください。
僕もですね、必ず患者様のお口にかけて、強かったら少し弱くする、お口が開きやすい状態のエラスティックを選択するようにしています。なので強ければいいというものではないわけですね。大事ですよ。でその次、アタッチメントね。いろんな論文が出ています。アタッチメントをつけることによって歯根のコントロールができるとかね。15年からシステマティックレビューが出ました。アライナー矯正治療のシステマティックレビュー、イタリアのトリノ大学のトンマソ・カストロ・フローリオ先生の出した論文で、上顎の大臼歯の下移動で 1.5mm、 約 1.5mm、 だいたい 2mm ぐらいですね、はしっかりできると。で、そこから先はアタッチメントをつけたりとか、さまざまなものが必要なんじゃないかという論文なんですけども、僕の考えはですね、歯間長が短い、もしくは補鉄の歯にはアタッチメント有効なんですけど、まあ、通常の歯間かなり大きくてね、しっかりとした歯間であれば、アタッチメントを僕つけなくても7番の遠心度はしやすいと思ってます。むしろアタッチメントを正しくつけれない方がすでにアンフィットの原因を作っちゃってると思います。なのでまずアタッチメントを選択するべきなのかどうなのかよく考えて、先生の戦略上あった方がいいのかなと、清掃性がちゃんと下がらないかなとかね、よく考えて使ってみてください。で、成功するためのポイント、僕が考える成功するためのポイントっていうのがですね、まあ、これはまあベーシックな部分なんですけど、1,2,3,4,5,6 とあります。でこちらの方は、オンラインサロンの方で、お話ししたいと思います。オンラインサロンはですね、僕が毎日、アライナー矯正治療の内容について毎日アップしている内容、もっとこうディープな内容なんですけども、もしご興味のある先生は概要欄の方に書いてありますので、そちらの方もぜひ見てみてください。今日はですね、インビザラインのクリーンチェックにおける上顎大臼歯の遠心移動におけるあるあるについてお話しさせていただきました。最後までご覧いただきありがとうございます。それでは皆さん、ごきげんよう。またね。Brush 時間つけるだけなら簡単だろう。